もう知ってると思うけど、俺めちゃくちゃクイズが大好き、うん、大好きで、俺中でもあの東大王っていう番組が好きなんですよ、うん、で東大王っていうのはあの東大生の東大王チームと芸能人チームに分かれて、うん、まあ、クイズするみたいな番組なんだけど、もうこの東大王すごいのは、この東大王っていう番組に出るために東大入りましたみたいな人もいるんですよ。で実際活躍してる人もいるで、芸人やる前の俺はもう東大王めちゃくちゃ好きだから、うん、よし分かった、じゃあ俺はこの芸能人チームに入るために俺は芸人になってやろうと思って、あ、いいね、もちろんお笑いも好きだけど、うん、最後の一押しみたいなのはそれだったわけ。あ、マジで？もう東大王の芸能人チーム、これ入るのを俺テレビの目標にしようと思って、うんうんうん、でよし頑張るぞって上京してからも結構クイズの勉強とかしてたり、資格の勉強とか、うん、で、この前東大王が4月にちょっと新たにリニューアルします、パワーアップしますってなったの、番組が。で、その内容が東大王 VS一般視聴者チームって誰でも出てるよ。嘘だろお前。え、芸人俺芸人になったんだよ、芸能人チームに入るために。そしたら誰でも出ないえ、もうないの？もうない、完全にない、完全にない、まあ、誰でも出る、だから俺でもまあ出れるは出れるだけど芸人始めなくても出れた何これ、だから近々で出るの、ああ一般人内海裕太として出るかもしれない。そうしよう